はい、それでは、えっ、ー、と、保守メンテナンスをやってみよう。ワードプレスの learn.wordpress.org の企画です。よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、では、そもそもまず、保守メンテナンスって何ですかというところから、簡単にご紹介していきたいと思います。もうすでに、この動画を見ていただいている、このイベントに参加いただいている時点で、 十分ご存知かもしれませんが、改めてちょっと調べてみました。まず、保守メンテナンスってあの、保守を英語バージョンにするとメンテナンスという形です。なので、ワードプレス保守って、ワードプレスメンテナンスと,、えーとまあ、ほとんど同義というふうに考えています、えーと。実際にはですね、2つの大きな業務があるというふうに出てくるのが多いです。えー、と保守運用もちょっと入ったりするんですけども、えー、障害を起こさないために行う業務。 えー、そして、その故障不具合など、イレギュラーが起こった際に、そのトラブルに対応する業務、これらを含めて、保守、えー、メンテナンスと呼ばれるというものになっております。えー、とじゃあ、実際、具体的にどんなことがワードプレスの保守メンテナンスなのかっていうと、えー、と思う感じではこんなものかなというふうに思ってます。死活監視、えーと。この言葉が分かんない人は、後から順次説明しますね。そして、バックアップ。そして、アップデートです。 アップデートにつきましても、ワードプレス関連でコア、プラグイン、テーマ。サーバーの環境関係でいうと、ランプ環境なので、Linux、Apache、もしくはン n g x もしくはそれに類するもの。そしてデータベースである MySQL、もしくは MySQL に類するデータベース。そして PHP というものがアップデートの対象となります。そして、当然、バックアップだけできても、何もできないということでは意味がないので、バックアップから復元ができる。そして、 それも含みですが、何か不具合が起こったときに復旧ができるというのがポイントになります。はい、あのこのあたりがなかなかその特別な知識を持たない、いわゆるその一般の方にとっては、復旧の部分がなかなか難しいことかなというように感じています。はいえー、そして、それってその保守ってワードプレスに必要っていう話なんですけども、えー、必要です。うん ワードプレスはまずたくさんの人が使っています。世界のシェアでいうと40%以上というふうに言われています。そして、そのワードプレスにはたくさんのテーマやプラグインが提供されています。これもオープンソースとしてのワードプレスのとてもいいところであり、お問い合わせフォームを入れたければお問い合わせフォームが入れられる。素敵なテーマが無料でたくさん公開されていて、そのテーマを入れればその見栄えに変えられるという非常に強いところがあります。ただ、そのどれも コアもテーマもプラグインもすべてはアプリケーションなので、セキュリティ的な脆弱性を持っている可能性があります、えーと。ここの部分がなかなかプロフェッショナルな言い方になりますが、どのアプリケーション、ワードプレス以外も含めです、ね、すべてのソフトウェアには将来的にまだ見つかってないけども、今もあってこれから見つかるかもしれない、もしくはいろんなテクノロジーが変わった結果、セキュリティ的な脆弱性になり得る可能性が全部にあるという状態なんですね。 そして、えーと、その脆弱性っていうのは、発見されたタイミングで、えーと、作者の人に基本的には、作者、もしくは作者に類する人に連絡が行くようになっています。そして、それを対応したバージョンのファイルが提供された後から、えー、こういう脆弱性がありましたよっていうのをニュースサイトであるとか、各種、そのセキュリティに関係したウェブサイトの方で発表されるというような流れになっています。あのー、ちょっとややこしいかもしれないんですけど、 えとそんなソフトウェアに脆弱性が常にあるなんて本当ですかっていうことなんですが、例えば皆さんがよく使われている OS、このスマートフォンの OS も脆弱性に対するアップデートがありましたみたいなことでよくありますよね。皆さんが利用されている、えー、とあスマホの中に入っているアプリもそういったアップデートが常々あると思います。えー、その他にもパソコンであれば Windows は毎週末のように金曜日ぐらいになんかアップデートされてますよね。あの中にも えっと脆弱性に対対すする対応といいうものものたくさん含ままれていますこのように日常的にその脆弱性は発見されておりそれを埋めた後にアップデートされるということがこのソフトウェアの世界においては日々行われているということですなので何もワードプレスだけが特にそうというわけではなくてどのソフトウェアにもその可能性があり それらを対応したものがアップデートとして提供されますので、アップデートは安全に利用するためには必ず必要ですよということになります。そして、このアップデートを含み、障害を起こさないような対応のためにはバックアップが必要になります。このバックアップをしてないと、何かしらおかしくなったときに元に戻せないということになっちゃうわけですよね。なので、バックアップは必要になります。そしてこの 不運なことにも、もし障害がご自身のサイトで起こってしまった場合、これはオープンソースのソフトウェアですから、それを自身で修正する、もしくは修正してくれるサービスや人にお願いするといった必要がありますということになります。このあたりですね、順々に今回はフォーカスしてお届けしようと思いますという形です。このようにしゃべってまいりますので。 <laughs> あの随時分かんないこととか、なんか謎なことあったら、あのー、コメントくださいね。あのチャットでもあの、こういうのでも大丈夫です。ああ、いいですね。ありがとうございます、えっと。ちょっとだけ質問を触れていきましょうか。過去にバックアップファイルにトラブルがあって使えないことが、使えなかったことがあります。えー、皆さん、バックアップファイルのチェックとかされてるんでしょうかわかります。せっかく取ったのにね、あ,の <laughs> ありますね。バックアップを取ったけども復元できないみたいなことは確かにあると思います。 フェイジスピードインサイトでスピードを速くしたいのですが、Google アドバイスを見ても全くやり方が分からないので困ってます。これはちょっと別のタイミングのやつですね。ありがとうございます。えー、とぜひ対応したいと思います。AppDraft プ,プラスで外部にバックアップを取る場合、どんな方法が安全ですか無料だとありがたいです。えー、Google ドライバーたくさん保存すると課金されますよね。今は WordPress の外側のサーバーの中のフォルダに保存しています。ああ、なるほど。同じサーバーの中って感じですかね。 ワードプレイスの外部のサーバーの中のフォル外部のサーバーになるのかな手動で自動でしたいので、お声で読んでください。なるほど。このあたりも、今日あの、何ができるのが無料で、何ができるのが有料かみたいなのをあのご紹介していこうと思います。あ、ハッシュタグありがとうございます。ハッシュタグはですね、この、ここに書いてあります。今日のハッシュタグというので書いてありますので、えチャットにも貼っておきます。ぜひご覧、ご利用ください。あと、動画の方は、これですね、LearnWP とか WP Meetup を辿っていただくと、 このセッションのことも見れるかもしれません。この他のことも見れますので、もしよろしかったらご利用ください。はい、では、まず、えっと、保守管理、えっと、バックアップのことに話が行きがちです。アップデートとかもなんですが、そもそも障害を起こさないために行う業務の一つとしてあるのが、死活監視かなと思いますから、そのあたりからあのご紹介していきたいと思います。死活監視っていうのはあの、例えば5分に1回とか、1分に1回とか、10分に1回とか、何かしらこう機械的に ピンを飛ばすすっていいう言い方をしますけどもサイトに何かしらアクセスを送って、えー、とちゃんと表示できているかどうかを確認し、ちゃんと表示してるときは何もしない。もし、何かおかしくなってたら、表示がうまくされなかった場合には、メールなどで通知を送るといったようなことが一般的に言われています。 えといろんな死活監視、これはワードプレスにかかわらずあ,のあるんですけどもあの、ワードプレスで簡単に無料で実装しようと思うと、えー、ジェットバックプラグインが適用されるのがいいかなと思います。えー、とジェットバックプラグインを有効化し、ドットコムのアカウントだけ必要なんですが、それと連携させるだけで死活、えー、監視の設定をオンにすることができます。えー、そうすると、えー、サイトが例えば今わざとあの私、このイベントの前に、 サイトにフェイタルエラーを起こして PH、PHP 的なエラーを起こして画面を表示させないようにしたんですけど、そうすると5分以内にこのようなアラートのメールが来ます。サイトがダウンしているようですよ。ジェットパックが監視していると、このサイトがロードされませんでした。なんか落ちてるんじゃないですかみたいなのがメールで受けられるということになりますね。メールだとなかなか気づかないので、例えばこれをこの該当の表題だとか、この送信者からのメールについては、例えばスラックに通知をて転送するみたいな。 設定をご自身でされると、常に通知として、このサイトが落ちているかどうかが発見できるので、おすすめかなと思います。また、それを直すとですね、このようにあの、直りましたっていうのが返ってきます。あの何にもしてないのに、この通知が来て、何にもしてないのに元に戻ることも結構あります。そういうのってあの、ホスティング会社側でサーバーのメンテナンスをされていたり、一時的に何か不具合があったりして、えっと、動かないみたいなこともありますが、あの基本的にはこのように。 動かなくなった異常の検知とその後の復旧の検知っていうのもやってますので。 もしよろしかったら、こちらも取り入れていただければと思います。ただ、ジェットパック、あんまり使いたくないなという方もいらっしゃるかもしれません。ドットコムのアカウント内容とかですね。そういう方ですね、いらっしゃると思いますので、そういう方は別途、その地活監視とかで調べると、いろんなサービスがあります。有料のものもあれば、無料のものもありますので、そのあたりつけていただければと思います。あのジェットカパックをご案内したのは、あくまでもワードプレスで簡単にポチッと押すだけで動くからということで、ご案内しました。 あの概念として死活監視っていうのがあるんだなっていうのを思っておいていただければと思いますあの。お仕事でされてる場合、おそらく1サイトだけじゃなくて、複数のサイトをお客様のサイト管理されたりすることもあると思うんですよね。その時に、例えばジェットパックだと5分に1回なんですが、10サイトあったとして、5分に1回10サイトを常々見に行く仕事って、多分人がしない方が便利ですよね。<laughs> なので、そういうところ機械化、自動化できるものは自動化しようというような形でお届けしております。はい えーとでは続きまして、えーと、バックアップです。いよいよこの辺りからちょっと今回の本題になりますが、えー、お話ししていきたいと思います。えー、バックアップについて、まず、えーと、バックアップなぜ必要なのか、今日ご参加いただいたから100%だったので、ある程度もうご存知なのかなと思いますが、一応お答えしておきます。えー、バックアップは、アップデートやデータベースの操作などを行った後、えー、不具合が発生しても元に戻せるようにするために、 えと実施します何かしら不具合ですね、もちろん改ざんなども含め、えー、何かしらあったときに元に戻せるためにやりますから、あの今、質問の中でありましたが、バックアップデータは取ってるんだけど、元に戻せないっぽいですっていうのは、あの目的が違います。バックアップデータは取ってるだけになってしまうので、復元できることも含み、えー、とワンセットとしてバックアップができているというふうに考えていただいた方がいいかなと思います。 そしてそのバックアップの目的は安全なアップデートのためというのも一つにはあります。例えば、アップデートをする前に、えー、ともう一度別の環境で同じものを復元して、バックアップを元にですね、そして別環境でそれを試してみて、問題なくアップデートできるなと分かったら、本番になもう一度戻ってアップデートし直すといったようなこともできますので、そのサイト全体のデータをどこかに移すっていうようなことのためにもバックアップは利用します。 えー、そしてセキュリティ的な問題ですね、改ざんなどがあった場合に、それ以前の状態に戻すことができるというものもあります。えー、これはですね、例えばバックアップ取ってますっていう方がおっしゃったとして、え、どれぐらい取ってますかってなったときに、1日1回だけ取ってます。そして毎日消してますっていうふうに言われてたとしましょう。つまり、1日1回で1ファイルだけあるっていう状態ですね。昨日の分だけがある状態。えー、そして、ある日、はあの改ざんがありましたとします。 なんか気づいたらおかしいとことがあってた。これは元に戻そう。私はバックアップを取ってるから大丈夫。でも、その前日ももうすでに改ざんされてたとしたらどうしましょうもうそれはバックアップのすべてのファイルが改ざんされてるものなので元に戻すことができない状態と言えますね。ですので、バックアップっていうことをするときに考えないといけないことがいくつか出てくるということになります。えー、次に、 そのバックアップを考えるためにあ、バックアップするために考えることをちょっと列記してみました。えー、まず費用ですね。有料のものと無料のものがあります。あのー、ですので、このあたりはご自身が払える内容なのか、それとも無料の範疇でやりたいのかということをまず考えていただく必要があります。そして頻度ですね。えー、と有料なものでよくあるパターンとしては、リアルタイムというものがあります。ファイルの 挙手一等職と言いますか、追加や削除を常に監視し、何かしらバックアップの対象となる行動が起こった場合例えば投稿を1つするとかファイルアップ,プラグ1をアップデートするとかっていうたびにバックアップの機構が動いてほぼリアルタイムに常にバックアップをしてくれるという機能のものもありますその他例えば1日に1回だけバックアップを取りましょうというものもありますまたご自身の設定で1週間に1回とか1ヶ月に1回というような形で期間を 設定するものもあります。これが頻度ということになります。そして次に世帯数ですね。どれだけの数をバックアップするのかっていうのが世帯数ということになります。例えば一日一回で三十世帯とすると三十日前までは戻せるということになるわけですね。例えば一ヶ月に一回で六回ってすると六ヶ月前までは戻せるけども月に一回ごとなのでその月と月との間のどっかに戻したいっていうのはできないとかっていう風になります。 そしたら、1日に1回は7世帯とか10世帯とか30世帯取っておいて、1ヶ月に1回を4世帯、6世帯取っておこうかなみたいな、複数のスケジューリングで、より安全にバックアップした方がいいかもしれないみたいなことも出てくるわけです。これが世帯数ですね。リアルタイムの,あのバックアップの場合、これはサービスとして提供されることが多くて、無限にできますよみたいなサービスもあります。あの今 あのご紹介したジェットパックの有料版はサー,サービスですが、そのような形でリアルタイムに、ほぼおそらく無限にあのデータが保存されていくと思います。ちょっとごめんなさい、間違ってたらごめんなさい。そしてバックアップの範囲っていうのもあります。これは、えっと、どこまでの範囲をワードプレスのバックアップとして保存するかというものですね。えー、例えば、ワードプレスに該当するディレクトリ全部っていうものもあれば、サーバーも全部全体、OS も含み、MySQL も、 PHP もすべてをバックアップするというものもあれば、WordPress の中でも部分的にテーマだけとか、えー、とプラグインだけバックアップするというものもあります。えー、このあたり、後ほど、今あの、例えばアップドラフトプラスとか w p マイグレーションというふうにガイドをいただきましたが、そのあたりがどれをどうバックアップしているかみたいなものを少し触れていきたいと思います。 そして、えーと、どこに保存するかっていうのもあります。いっぱいありますね。バックアップって言ってるだけなのに難しいもんです。えー、とどうサーバー内にバックアップするっていうのがありますね。プラグインを使って基本的な機能としては、これがまず最初に優先されると思います。ワードプレスと同じサーバーの別ディレクトリ などもしくはワードプレスの含んでいるディレクトリのどこかにファイルが保存されるっていうケースですね。そして、バックアップ先が別箇所に自動連携されるっていうケースも設定としてはあります。例えば、Dropbox とか、例えば Google ドライブとか、例えば S3 という Amazon のストレージサーバーとか、それに類するものとか、そういったところに保存するというものもあります。あとは、ローカル。これは手動でご自身のファイルをご自身のパソコンにダウンロードするというものが出てきますね。はい えー、そして、じゃあもう無限にたくさんバックアップしときゃいいじゃんって話になるんですけども、それは容量と影響してきますあの。バックアップの容量がどれぐらい取れるのかっていうのが次のポイントになりますね。えー、と例えば、ワードプレスを長く使われていて、たくさん画像をアップロードされているような経験のおりの方はあの、もうすでにお気づきだと思うんですけども、 メディアの部分だけで1ギガとか、多いところだと10ギガとかになってる方もいらっしゃいます。例えば2010年からずっとスマホで画像をたくさんたくさん上げてますみたいな人って、本当にたくさんのファイルを上げてられるので、そういった方もいらっしゃると思います。そういうところはですね、じゃあ、例えばローカルでもハードディスクの容量がいっぱいですってなることってあるじゃないですか。と同様に、サーバーにも割り当てられたハードディスクの容量がありますから、 例えば世帯管理をせずにずっとってやると、どっかのタイミングで必ずもうサーバーがいっぱいギチギチになっちゃって、アップデートでき、保存できないっていうことが起こりえます。ですので、そのバックアップの容量に対して、えーと、どのように考えるかっていうところも、そのサイトごとに、えーと、例えば1記事しか上がってない、ほとんど画像も使わないサイトと、えー、もうすでに2万記事上がってます。画像のファイルが10ギガ以上ありますっていうサイトでは、 バッックアップを1回したときのデータの増えるインパクトが全然違いますよね。ですので、その辺もそもサーバーの容量だとか、現在のサイトの状態、メディアの量とか、データベースの量に応じて変更していく必要があるというふうになります。最後に、えーと、じゃあどのようにバックアップするかというと、自動で、えー、ともう決まった時決まったタイミングでやってくれるというものもあれば、手動でポチッと押してやるというものもあります。 えー、ここまで、ひとまずバックアップについての,その考えうる項目的なものを網羅しました。えー、とそしてこれは一律にこうしたらいいよというのはなくて、皆さんの中でそのご自身のサイト、お客様のサイトの重要度や、えー、とご要望として上がっているものをもとにあの選んでいただく内容ということになりますので、このあたりを考えていただく必要がありますよという内容になります。はい、では、 えとこの今ご紹介したバックアップをできる可能性のあるものを今度は歴史してみて、それぞれのメリットとデメリットをご紹介していきたいと思います。えー、具体的なバックアップの手法として、手動、えー、次にホッチングサーバーが提供するバックアップ機能の利用、これも回答の中にありましたね。そして、s a ス s サービスの利用、これはジェットパックとかメイン WP とかがそういったものになるかと思います。そして、プラグインの利用、これは、えー、と今、カウントをいただいたアップドラフトプラスとか。 そういったものも含まれますね、えー。というもののそれぞれのメリット、デメリットを見ていきましょう。えー、まず、手動、えー。手動はですね、えー、メリットは好きなときに、好きな場所で、好きな頻度で、好きなようにバックアップできるということになります。それはそうですよね。思いついたときに、思いついたタイミングでやればいいですから、好きなタイミングで、好きなタイミングどれでも好きな箇所をダウンロードできます。そして、もしシステムを自前で構築すれば、えー、自前で自動化もできると思いますし、さまざまなカスタマイズもできると思います。 ただ、デメリットとしましては、もし手動で本当に FTP を使ったり、例えば、MySQL コマンドを使ったりした場合は、都度作業が発生しますから忘れやすく面倒で時間もかかります。1日1回やるとか、週1回やるとか、なかなか大変ですからね。ましてや1サイトじゃなくて、2サイト、5サイト、10サイトとなると、なかなか大変です。そして、作業のミスにより、サイトに影響が出てしまう可能性があります。MySQL ダンプ、 何かしっていうコマンドを叩くはずが、MySQL ドロップってやったら当然データベースが消えるわけですけども、まあ、そんな間違いはなかなかないと思いますが、何かしらそういう作業のミスの可能性がありますね。そして、えー、とそれを手動にやるにしろ、自動でシステムを構築するにしろ、技術が必要ということになります。はい 続いて、ホスティングサンバーを利用する場合。これはメリットはもうそのままですね任せられるというのがあります。そして、初期設定が必要な場合こそありますが、多くの場合はそのまま放置が可能ということになります。ただ、デメリットとしましては、ホスティング会社ごとにおそらくサービスの内容が異なります。A 社ではこうやってくれるけど、B 社ではこれはやってくれない。B 社ではこれやってくれるけど、A 社ではここの部分の数が少ないとか、そういったことが会社ごとに変わっていると思います。そして、世帯数や範囲などが こちら側では設定できない場合もあるかなと思います。要は、ホスティング会社が汎用的なサービスとしてバックアップ機能を提供している場合には、えー、と項目の世帯数とかバックアップの範囲とかは決められないというケースがあるかもしれません。また、復元に費用がかかるとか、もしくはバックアップ自体に費用がかかるとかっていうように、費用がさまざまなサービスのケースによって変わってくるということがあります。一応今回あの 課金しないといけないっていうのはデメリットに一応含んでますが、あのそこはあのデメリットっていう表現が正しいかどうかはちょっとわかんないんで、ご自身でそのように解釈ください、はいえー。サーサービスの利用。サーサービスっていうのは何かっていうと、Web と連携して別の画面に管理画面があって、WordPress と連携して何かしてくれるみたいなサービスと思ってください。代表的なものとしてはジェットパックとか、ちょっと有名じゃないかもですがメイン w p とか WP リモートとか、えー、そういったものが類して存在します。 メリットはバックアップ以外にも保守に関するサービスが複合的に提供される場合が多いです。例えば提供した、あのさっき申し上げた死活監視もそうですし、バックアップしたファイルをウイルススキャンするという機能が提供されるケースもあります。また、複数のワードプレスを一元管理するダッシュボードがついているみたいなケースもありますね。そして、さらにワードプレス自体に不具合があった場合にも復元できるサービスが含まれていることがあります。 これは何かと言いますと、ちょっとこっちのプラグインと関係してくるんですが、復元をすることが必須ですよねっていうふうにお話し,しました。ただ、ワードプレスのプラグインとして機能している場合に、アップデートで例えば、もしくはハッキングされて、ワードプレス自体が動かなくなりましたってなったときに、ワードプレスの管理画面からはワンクリックで復元できるっていうプラグインだとしても、ワードプレスの管理画面がそもそも開きませんっていうときには、 もうその機能は基本使えなくなっちゃうわけですよね。えー、そういうことで考えると、その外部に、ワードプレスに何かあったとしても、外部から復元できるっていう機能もあった方が良いとは考えられます。そういう意味では、サーサービスなど、えー、こちらのホスティング側もそうですが、あのこっちもそうですかね。ワードプレス自体が動かないとしても、そのサーバーからのバックアップでいろいろ元に戻せるとか、えー、外側に保存してたものを強制的に戻す機能があるので、 ワードプレス自体に不具合があったとしても復元できるみたいなサービスも発生します。デメリットとしては、サービスサービスなので、それを元にご商売をされてますから、費用がかかります。そして利用するサー,スサービスによってサービスの範疇はもちろん異なります。そして、サービス側の信頼度に依存するというところもポイントになってくるかなと思います。要は、そのホスティングもそうなんですが、あのサ,ースサービスとしてバックアップを提供 してもらうということは、そのサイトのデータすべてをそのサービスに渡しするということにも同意となりますので、そのサー,サービスがどれだけ信頼できるものかというところをあの気をつけなければなりません。これは特に制作会社として考えた場合に、お客様のデータをあのそのサー,サービス側にお渡しするということになりますので、そうするとお客様との相談も必要になってくるかなというところです。 えー、そしてプラグインの利用ですね。プラグインの利用については、あの一般的によくよく使われる方法だと思います、えー。メリットとしては、プラグインをインストールし、設定するだけでバックアップを開始できるということで、あの手順が非常に小さいですし、あ,のある意味ポプラグインをポチッと入れて、ポチッと押すだけでバックアップが開始できるというのがとても良いところかなと思います、えー。デメリットとしては、プラグインよりサービスの提供の範疇が違います。操作が違います。そして えっと、プラグインも中にはそのプロ版といったものがあって課金となるポイントがありますね。これらはそのプラグインごとに課金のポイントが異なりますので、そのあたりどれがご自身の中で一番いいか、課金してもいいのか、無料のまま使いたいのかによって変わってくるかなというところがあります。そして、ワードプレスが動かない場合に動かなくなるケースが多い。これはそのさっきお伝えした通りですね、ワードプレスの管理画面に入れないってなったときのそもそもえと実際に バックアップの保守の画面に入れないということになるということになりますので、このあたりもちょっと注意が必要かなということになります。はい。すごいしゃべるでしょう。大丈夫ですかついてこれてまする <laughs> 大丈夫ですかあのちょっと一回止まりましょうね。この後次、プラグインの話に行きますね。はい。えっ、ー、と、ちょっと質問が何か来てるか見てみましょう。あ、新しいの来てますね。 えとバックアップのスケジュールを複数設定する方法を知りたいです。あ,ありがとうございます。確かにそういうのありますね。あのこのあたりも、この次のところでちょうどご紹介できますので、ご覧いただきたいと思います。こ,のこっちもそうですねバック。外部にバックアップを取る場合にどんな方法がありますか無料だったらありがたいですみたいなものもありますので、この辺もご紹介していきたいと思います。はいえー、とで、有名どころで、まず3つ、えー、と取り上げました。バック w p アップとアップドラフトプラスとオールインワンマグレーションというものを。 拾い上げまして、そのそれぞれで、えー、とどの機能が提供されているのか、またバックアップの範疇はどうなのかみたいなところをちょっと簡単にまずリストとしてご紹介したいと思います。んと実際の管理画面も後ほど見せますので、この辺りは先に開いておいて、よいしょはいで戻ります、はいえー、とまずバック WP アップ、アップドラフトプラス、オレオマグジャン、何で比較したかというと、スケジュール機能がありますか 世帯管理機能がありますか外部ストレージ保存機能がありますか復元はどのようにできますか範囲はどれですかというふうに、えー、と設定を項目としまして、それに丸×もしくは有料みたいなものをつけてみました。基本的にはどの機能も持ってましたが、有料化無料化などがちょっと変わっていきましたので、そのあたりのご紹介をします。まず、バック w p アップとアップドラフトプラスはそれぞれスケジュールの機能はあります。 えーとそして、オレオンマグレーションについては、スケジュールをしようと思うと、有料の、えー、と購入するアドオンが必要になります。プラグインに対して追加する機能ですね。えー、世帯管理も同様で、2つにはありますけども、オレオンマグレーションは有料、えー。外部ストレージへの連携につきましても、えー、と一部になりますが、あバックダルフィーアップとアップドラフトプラスは無料のままで利用いただけます。それに対して、オレオンマグレーションは有料になりますというところです。で、復元の方法については、 えーとバック WP アップは手動で戻す必要があります。無料の場合だと、このワ、えードプレスの全部のファイルがダウンロードされて、あとデータベースのファイルも別途ダウンロードされるんですが、それを元にご自身で ZIP を回答いただき、それをサーバーに上げ直して、データベースもインポートし直すという手順を手動でする、手動でする必要があります。えー、そして、その機能が難しい、簡単に復元したいわという方には、 復元の機能は有料版だと利用いただけるということになっています。アップドラフトプラスはそのあたりも復元も、えー、とポチッと押すだけで復元が可能になります。オールガンマグレーションの場合はサーバー内からの復元は、えー、とバックアップしたファイルについては復元ボタンをポチッと押すだけで復元ができます。そして、えー、と外部ストレージは有料になりますので外部ストレージからの復元は有料の機能ということになります。 えー、そしてポイントとしてはここですね、範囲が割と異なるっていうところもお伝えしておきたいと思います。えっ、ー、と、このバック w p アップはワードプレス全体はバックアップします。つまりコアだったり、えー、そのあたりに含まれる周辺のファイルも含み、全部はバックアップします。えー、それに対して、こちらのアップドラフトプラスとオーリオンマグレーションというのは、実は本体は含まれません。 DB プラグインテーマアップローズ翻訳などプラグインであらかじめ設定されたファイルのみがバックアップされます。ですので、ワードプレスの全体、コアのワードプレスをこのデータを元に復元する場合には別途ワードプレスを先にインストールしてコアを準備しそこにこの該当のプラグインをインストールした上でその後からこのデータを元に復元するといったような作業が必要になります。なのでこのでこ プラグインごとにバックアップする範疇も違うというのもポイントかなと思います。では、具体的にちょっとだけ画面を見ていきましょう。バック WP アップ、こちらですね。バック WP アップは、ジョブという形でバックアップのスケジューリングやバックアップの場所というものを設定します。こちら1つ設定してるんですけども、ジョブ1はデータベースとファイルとプラグインをバックアップしましょうねみたいなことを書いています。 当然、全部をチェックしたら全部がバックアップされるという形になります。そして、それをどこにバックアップするかというのの設定が可能になります。これ、フォルダーとすると、同サーバーですね。メールだとメールで送られる。その後 FTP でどこかに送信とか、ドロップボックス S3、このあたりは無料で設定が可能です。例えば、ドロップボックス、えーっとそうですね、に設定した場合、これで保存すると、こちら側には、フォルダとして設定されるものと、 ドロップボックスのがありますの場合は、ここでアカウントをドロップボックスアカウントと接続すれば、該当の場所に、ここですね、保存先フォルダはこうなってますけど、そこに、この世帯管理数、この15なら15回だけが保存されるということになります。また、バックアップのスケジュールにつきましても、こちらうんと、基本というところでいうと、例えば毎日3時とか、毎日0時とか、毎週日曜日というふうにできますので、こちらで設定が可能です。 そして、今、質問の中でありました複数のスケジュールを利用したい場合、もしくは複数の箇所、ばらばらにいろんなものをバックアップしたい場合は、このジョブというものをいくつも追加いただけますので、一つは月1回でドロップボックス一つは毎日で自サーバーへみたいにいろんなものを複数個走らせてバックアップすることが可能になっています。これがバック w ピアップです。ちょっと裏情報というか、デフォルトでのプラグインの えとバックアップの保存のタイミングがこの夜中の3時になってるんですよね。で、えー、と割とブログとかで紹介されることが多いのであの、これでみんなやるといいですよみたいな記事はたくさん出てくると思います。で、無料、あの何も設定なしでバックアップを動かしている場合、つまり割と多くのサイトがデフォルトの夜中の3時に 一斉ににバッックアップを始めるるとということになるわけですちょっと想像していただくと共有サーバーなどではあの1つのサイトにたくさんのいろんなお客さんのホスティングが入ってますね。その時に夜中の3時にそれが一斉にバックアップを取るとそれなりにサーバーに負荷になります。なので、えっと、ちょっと、えっと、良い作戦としてはこれの時間を3時じゃなくて例えば5時とか。 えなんか別の時間にすると、もうちょっとあのサーバーに優しいなっていうところがありますので、もしよろしかったら、そのあたりも設定してみていただければと思います。続いて、アップドラフトプラスですね。アップドラフトプラスも同様でして、こちらにあります通り、データベース、プラグイン、テーマ、アップロード、その他というように、コアファイルではないものが基本的にはダウンロードされます。でこちら、復元ボタンがありますので、復元ボタンをポチッと押せば、 復元できるぞという形になりますね。復元は非常に簡単になっています。そして外部への設定やスケジュールについてはこちらになります。ファイルのバックアップのスケジュールとデータバックアップのスケジュールという形になります。こちらについてですね、このアップドラフトプラスではこの1設定ずつしか設定ができません。またその際に保存できる場所もここで設定したところのみとなります。こちらを 複数のスケジュールで、先ほどの、えー、とバック WP アップみたいに保存したい場合には、複数のこといろんなものをタイミングでやりたい場合には、プレミアムプランに、つまり有料版のプロ版を使ってくださいねというふうになります。えー、このあたりが各社で、えーと、そのバックアップの機能とか提供するサービスの趣旨、えー、どこのタイミングで課金するかが違うところということになります。 そしてオリオンマイグレーションですね。オリオンマイグレーションはもう非常にシンプルでして、バックアップはバックアップってポチッと押したらできます。そしてここから、えー、とダウンロードしたものを元に復元ができます。そこも一覧を見てみますと、このように出てまして、一覧の中にはランゲージプラグインテーマ、その他パッケージデータベース、QL みたいに、ワードプレスのコアは含まれていません。なので、あの復元する際に元のワードプレスのバージョンと復元先のワードプレスのバージョンを揃えておかないと、 えー、同じものにはなりりまませんよっていうポイントがありますこの辺りはもう一度後ほどご紹介しますが、はいえー、とこういった内容が各社異なりますそしてちょっと網羅したり今これを全て説明するの難しいのでたまたまジェットパックさんの記事であのその一覧が非常に良い形で比較としてありましたからあのその辺り詳しくはこちらをご覧いただければなと思っておりますはい45分なんでもうあと15分ぐらいで 終われるのかな終われないのかな <laughs> でも1時間半までには終わります、はい。もうちょっとお付き合いいただければと思います。はい、じゃあ、えーと、アップデートの時にえっ、ー、にどうするのかということを、今バックアップは、ね、何とかできました。バックアップは取れたとしましょう。で一応復元も、あのー、先ほどの内容をも、えー、とにやってみたということにしましょう。あちょっと付け加えておくと、復元はあのー、どっかのタイミングで試された方がいいと思います。 あのサイトがハッキングされたって自分の中でそういうふうにしたとして、あの本番環境でやるのはなかなか難しいと思いますので、別環境なり別ワードプレスでちゃんと復元できるかなっていうのは、試されるのは非常に良いことかなと思いますし、あのその結果、いろいろとまた詳しくなることもあるかと思いますので、もしよろしかったら、あのテストなので可能な限り本番環境じゃないところでやっていただきたいですが、あの復元の練習もしていただけるといいかなと思います。はい えー、アップデートの質、アップデートによって、その難しさ、アップデートですね、そもそもポチッて押すだけでアップデートできるんですけども、も難しさはですね、アップデートの結果、表示がうまくされないことがあるっていうやつですね。はい。えっ、ー、と、昨今はあのなかなかないんですが、まあ、一応考えられる不具合として先に歴史しておきます、えー。画面が動かなくなる。まあそうですね、なんかそのアップデート中の、えー、ファイルの送受信のエラーとか、えー、記述してあるコードがエラーとか。 他のプラグインとのバッティングなどなどさまざまな理由で画面が動かなくなる、いわゆる真っ白になるよって言われるようなことですが、本当に少なくなりましたけどね、あ,のあります。どっちかっていうと、自分たちでカスタマイズしたコードがエラーを出して真っ白になるっていうのは割とあります。はい、そして、動いているが一部画面が崩れる、これもありますね。えー、とこれは表示されるコードがプラグインのアップデート、コアのアップデートで変わって、例えばちょっとクラスの名前が変わったとか。 クラスの順序が変わったとか、リブがちょっとだけ入れ子になったとかで、あの今まで想定してカスタマイズしていた CSS と結果が異なるようになってしまったみたいなものもありますし、単純にプラグインが機能を追加した、コアが機能を追加した結果、もしくはそれが削除された結果、物事がうまく表示が、表示されてるけどちょっと崩れてるみたいなこともあります。いろんなことがあります。で、不具合が起こったときに、 こ,こはちょっとエンジニアさん向けです今、もし非エンジニアさんの方は大変だなとだけ思っていただけたら良いと思うんですが、え不具合が起こったときどうするかはまずエラーを見ないと分からないので、えー、真っ白っていうときはエラーが何か出てるはずなので、例えばデバッグモードですね、wpconfig 内の definewpdebug を true にして、まずはエラーを出してみるということをします。 それでもダメな場合はサーバーのエラーログを見るということになりますね。そしてエラーの原因となっている箇所を特定して修正するといったことになります。まあ大抵の場合、なんか PHB フェイタルエラー、どこ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 のプラグインのこのファイルの何行目がなんかエラーだよみたいになっていることが多いので、その場合はそのプラグインを一旦リネームするなどしてプラグインを停止すれば、まあ大抵の場合動くかなって感じです。もうちょっと危ないのは、 ワードプレスの本体のエラーのせいで動かないんですよみたいになっているのがエラーとして表示された場合、これは、えー、とありそうなのはワードプレスのコアのプラグインあアップデートしたときにファイルがなんかこううまく転送されなくて途中でファイルが止まっちゃったとか、えー、本来あるはずのファイルがアップロードされてないとか、何かそういったことがありそうですね。はい、なんかその辺も ずっとやっていくと、多分この辺だなみたいな勘どころが出てくるんですけども、なかなか、小学者の方や非エンジニアの方はそういうのを見つけられにくいんで、ものすごく困ったなってなるってことになります。そして、このワードプレス自身にエラーがあって管理画面に入れないパターンの時には、あの先ほどお伝えした通り、プラグイン側からポチっとして復元できますよねみたいなのが効かないパターンということになります。で 逆に画面が動いてるけども、一部崩れてる場合、こちらは CSS などのパターンが多いので、該当の箇所を見つけて、じゃあ新たに CSS を編集したり、して直すということが多いですね。これについて気にしないといけないのは、あの変わったからつって、元々のプラグインのファイルを編集するのはダメです。また次のアップデートで絶対崩れ戻りますから、それをカスタマイズしてるファイル部分で編集するというのが重要になる。ただ、 あのもうお気づきだと思いますが、作業が簡単,な簡単でない場合があります、えー。しかしですね、再三お伝えしてますとおり、ほとんどの場合、アップデートでも問題が起こることは、もう昨今は少ないです。で、また、致命的な問題が起こった場合には、その途中でアップデートをキャンセルして、えー、管理者向けにメールをするという機能がワードプレスには搭載されています、えー。ですので、えーと、ちょっとここからは暴論にもなるかもなんですが、 あのご自身のサイトやご自身の、えー、とお客様でよくよく信頼関係のある方とかであればあの自動アップデート機能の有効化っていうのも非常に良いんじゃないかなというふうに私は,考えてます私は少なくとも私のサイトであるとか私の関連するサイトについてはもうほとんどの場合テーマとかプラグインとかも含みコアもです、ね、自動更新をしています。はい 自動更新っていうのは何かというと、ワードプレスの機能としてついておりまして、例えばプラグインとテーマ、テーマであればテーマの中において、オートアップデート、自動更新を有効化っていうものが出てきます。同様にこちらですね、プラグインも自動アップデート有効化っていうものがあります。これらをポチポチしていただいて、自動でアップデートされるっていうのが、忘れててもいけるので、 おすすめなんじゃないかなというふうに思っています。えー、またですね、それを一元管理して簡単にできるプラグインというものもご紹介したいと思います。これが Easy Update Manager というものでして、えー、とこれがその有効化したときの内容なんですが、もう簡単設定、すべての更新を有効化ってするとですね、WordPress Core も、えー、と含め自動更新、すべてのリリースで自動更新というのにバチッてオンになりまして、えー、その内容で 保存されますそして、ここでアップデートされた内容、自動更新については、常々メールが送られます。これは今これです、ねえーと、ダウンロードマネージャーをアップデートしましたよって時の成功の通信ですけども、私のサイトにおいて、えー、とこれですね0時28分に勝手にやってくれてますけども、成功したよ。 で実際のログはプラグインをダウンロードして展開してインストールして有効化して古いバージョンを削除してメンテナンスモードを削除してプラグイン成功しましたよみたいなものが逐次メールとして届きます。で、これも途中で失敗した場合にはやめるのでその時のメールも来ます。ということで非常に安心ですしあのメールめちゃくちゃ来るんですよワードプレスっていっぱいプラグあの更新がありますのでなのでこの方法もあの一つには良いんじゃないかなと思います。 えーとでは、続きまして。いや、とはいえ、自動アップデートはちょっと先に試したいですっていう方もおられると思いますので、その時の方法もお伝えしたいと思います。えー、簡単なのはですね、オールインワグレーション,ン,ン WP マイグレーションとローカルを使ったパターンが一番簡単かなと思います。えー、もしくは、あのー、先ほどお伝えしたサー,サービスの中には、ワンボタンでサイトクローンしてくれる機能、えー、もしくはホスティングサービスにもありますね。えー、と今の プロダクションサイト、本番サイトをもとにステージングサイトをボンと作るという機能を提供しているサービスもありますので、その場合だとワンクリックで、えー、と実行が可能です。ただ、えー、今回無料でできたらいいなというところでフォーカスしてますので、オールインマイグレーションと,、えー、と手元でワードプレスが動かされるローカルを使った方法をお伝えしたいと思います。えー、とポイントとしてはですね、オールインワン WP マイグレーションは 先ほどバックアップでご紹介しました通り WordPress 全体はバックアップせずに、本体は含まれません。DB、プラグイン、テーマ、アップロード、翻訳など、プラグインで設定されたものだけがやってきます。ので、ここが気をつけないといけないところですね。つまり、うんとまず本番にローカルを作る際に PHP のバージョンを揃えましょうというところから出てきます、えーと。ここで何かしらクリエイトをしているときに、ここですね。 アドバンスドオプションに置いた、ここはもういいか。こうしておいて、ここですね、カスタムのところで PHP のバージョンを合わせましょう。そしてできることなら Web サーバーも合わせて、データベースも可能であれば、ここに選ばれそうなものだったら選ぶといいと思います。こんな感じですね。こっちか。で、次に WordPress のオプションもあるんですが、ここでは WordPress のバージョンまでは設定できません。つまりローカルで WordPress をインストールした場合って、 基本的に最新版がインストールされるということになります。えー、でも、必ずしも、その、えっ、ー、と、お客様が、あ、お客様じゃないね、自サイトがある場合って、あのー、ワードプレスのバージョンが、えっ、ー、と、最新版ではないこともあるかと思いますので、ワードプレスのバージョンを揃える必要があります。えー、2つの方法を一応ご提供、ご案内しようと思ってまして、1つには、このリリースっていうところに、 古いバージョンのワードプレス、このように全部 ZIP でダウンロードできるようになってますので、こちらからダウンロードをいただいて、ファイルをインポートしていただいて作業するっていう。もう一つは、この WP ダウングレードですね。こちらは、ワードプレスのプラグインとして、その内容をダウングレードできる機能ということになります。こちらを使うことで、任意のバージョンに比較的簡単にあのダウングレードすることができます。 ので、こちらで一度ローカルでワードプレス作るバージョンを本番環境と合わす、その上でオールインワン WP マイグレーションのファイルを使って復元して、その状態からアップデートをテストするというようなことが、方法としては丁寧な方法かなということになります。そして、チェックリストですね。最後になるんですけども。 アップデート時のチェックリストとしてどういうものがあるかっていうのも、えー、一応書いてみました。ここはあくまでも一般的なものなので、えー、これ以上いくつでも,もうテストってたくさん作れますから、あのー、ですが、一応あのこういったものが基本的かなっていうものをアップデート時のチェックリストとして作りました。なので、ここでアップデートしました、えー、アップデートしました、そしてその後に えと確認するべきことですね。なんかパッと見動いてるように見えるけどな。で、送るでもいいんですけども、丁寧にする場合はこういったものが必要かなというところです。まずは見栄えのテストをしたいので、えー、トップページ、記事の一覧ページ、記事の詳細ページ、固定ページ、えー、こういったものがいろいろとリンクを動き回ってみて、表示されるかどうか、エラーが出てないかどうかを確認します。そして 次に管理画面ですね。管理画面に入って同じようにダッシュボードとか投稿タイプごとの一覧とか編集画面とかに行ってそれぞれエラーが出てないかなっていうのを確認します。まあ、プラグインの画面もあるでしょう。そして一応サンプルの振る舞いの投稿もやっといた方がいいかもしれません。実際に投稿の編集画面に入って投稿したら投稿ができないっていう不具合になっているケースもありますからね。サンプルの投稿をしてみてできることなら画像のアップロードにしてみて、もしあるんだったらカスタムブロックとか。 えっと、既存の編集とか。もされてみると良いと思います。その他、もしプラグインをたくさん入れられてた場合には、そのプラグインごとの、えっ、ー、と、内容を、あの、見ていただく必要があると思います。あ、ごめんなさい。今ちょうどそうか。ごめんなさい。あの、ローカルの画面出てなかったですね。ありがとうございます。ちょうど今気づきました。えっ、ー、と、ちらっとだけお見せしましょう。うん、と ローカルって、あの、追加するときにプラグイン、あれが見えるんですよ。ちょっと待ってくださいね。と。よいしょ。これで、こうやって、こうかな。こうして、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 これを画面のキャプチャー取って、ここに貼り付けるといいですね。えー、っと、ここ。はい。こんな感じです。こんな感じで、この、最初に、 ローカルを立ち上げるときに、プレファードとカスタムっていうのがあって、カスタムを選ぶと PH、PHP のバージョンとか、アパッチか、エンジン X かとか、データベースとかっていうのがある程度選べますので、こちらを元に本番に合わせていただくといいかなということをご紹介しておりました。ありがとうございます。メめトいただきまして。えー、戻ります。で、投稿でプラグインがつけたってなったら、まあ、とりあえずこれでいいかなっていう形で、アップデートのチェックということになるかと思います。えー、より、よりさらに詳しくやろうと思うと、 見栄えが本当に正確かどうかって、なかなか分かんないので、ビジュアルリグレッションテストっていうものが一応あります。どういうものかっていうと、あの私はバックストップ JS っていうものをよく使うんですけども、あのアップデート前の画像とこっちが要はアップデート前ですね、そしてこっちがアップデート後の画像を2枚とも、えっと、設定、あらかじめ設定をしておいたページの分だけスクリーンキャプチャーを取ります。 えーとトップページとか一覧ページ、さっき言ったようなころですね、一覧ページ、記事の詳細ページ、固定ページについて、スクリーンキャプチャーを取っておいて、アップデート後にもう一度同ページのスクリーンキャプチャーを取って、その2枚を比べます。ここでは、今、ここでは、このネズミですかね、山猫、なんか分かんないですけど、ワオキツネザル、分かんないですけど、この1枚目の写真では後ろを向いてたのに、2枚目では前を向いてたから、ここに差分があるよねっていうふうに出てきています。 そしてそれが複数の見方で見れますし、これはコマンドラインのツールなんですけども、コンペアをテストしたときに、OK だったよ、パスは全部通ったよとか、あのいうことが見られるというサービスになります。サービスというか、これは NPM 製のものなんで、えっと、ノードで自分のパソコンに入れて、こんな感じですね。ここでは文字が若干ずれたみたいなものがありますけども、そういったものも、えっと、テストができますということになりまして、細かい設定もできます。 えっと、ベーシック認証が通せたりとかっていうこともありますが、ただちょっと技術的に難しいかもしれません。少なくとも Node.js が触れないといけないということになります。Node.js、えー、が動く環境が必要ということになりますね。で、それをあのプラグインとしてやっているものもあります。これが VRTS、視聴、これビジュアルリグッションテストの意味なんですけどもあの、まだまだ出始めのプラグインで有効数もそんなにないので、えっ、ー、と、 もうごちろん自己責任でご利用いただきたいということになるんですがあのこちらは自動的にその先ほど言った差分テストをやってくれるというツールになりますもう見栄えもほとんど同じような形でこんな感じですねあの元の画像とアップデート後の画像を見たときにここの部分の画像が欠損してるなっていうのが分かったから比較するとここの部分だけが赤く出るみたいなものが表現されています えー、そして、これも3サー,サービスと連携しているんですが、あのこちらについて、うん、と無料版だと、毎日の自動テスト、任意ではできませんが、毎日勝手にテストが起きます。そして、1つのドメインで3ページまでは無料ということになっています。プロ版だと、えー、マルチドメインで500ページまでで自動テスト、そして手動テストもできてみたいなこともありますので、えー、このあたり、そのプロ版かどうか、もしくはこの、 うんと先ほどお伝えしたバックストップ JS を使うかどうかみたいなものがありますが、なんかこういうのを使うと、よりえと厳密にえと作業ができます。またこの投稿についても、本当はあのプレイライトっていうようなテスト,を使っテストツールを使って E2E、e、テストっていうふうに言いますけども、まるでユーザーがそう操作したかのようにするっていう動きをテスト上で書いておいて、それを実際にテスト環境を立ち上げて、そこで動かして、 それが OK かどうかを見てっていうようなものもありますが、なかなかそうするとカジュアルではないので、そこまでのお伝えはちょっとここでは控えようかなと思いますけども、本当にやろうとすると、そういったものが無限にテストはテストで出てきますということになります。というわけで、ここまでだーっとご紹介しました。 なかなか早口で進みましたので、まあ、動画もありますからね、あの資料も見比べていただきながら、ご自身の,あの内容に沿ったもの、あったものを合わせて、えー、とご利用いただければなと思いますので、えー、ぜひ皆さんにとって良いメンテナンス、えー、保守がしていただければなと思います。じゃあ、えー、とここまでで一旦本編は終了としまして、えー、ここからは うんと質疑応答でいただいているものがありますので、そこの部分にお答えしていきたいと思いますと。そしたらですね、こちらに出てきましたね。いろいろ出てきました。一応上から順番にご紹介していきたいと思います。今出てます赤い画面出てます大丈夫ですかねはい。えっ、ー、と、 さっきのやつですね、過去にバックアップファイルトラブルがあって使えなかったことがあります。皆さんもバックアップファイルのチェックとかされてるんでしょうか。あのもしよろしかったら皆さんもあのチャットでご回答いただければと思います。私からの回答としましては、あのバックアップの練習、ファイルからの復元の練習はあのされると良いのではないかなというふうに思います。という形でチェック付けさせていただきます。えー、続きましてページインサイトの話。これは次回まだありがとうございます。やらせていただきますね。ありがとうございます。 でアップドラフトプラスで外部にバックアップを取るバイトの方法ぼですが、無、え、料、ー、だとありがたいです。Google ドライブをたくさんすると保存されますよね。今は WordPress の外部サーバーのフォルダに保存しています。もしくは手動でダウンロードしていますが、えー、と今これね、うんと、自動でしたいのでおすすめを教えてくださいということになりましたね。えー、とそ,のそうなんですよ。結局その、どこかのタイミングで課金が発生するということになります。 あの今、バックドラフトプラスはあのお伝えした通り無料でえとスケジュールができて保存ができますよね。ただえとお伝、あのおっしゃっていただいている通りたくさん保存すると課金されますのでえと課金の収まる範疇でえで作業をいただくとするならば例えばデータベースは毎日保存するけどもあのファイルの部分はうんと1週間に1回にしようとか。 なんかそういった作戦ももなないいことないかもしれませんただあの、お伝えしている通りで、そうなるとデータベースは戻せるけども、何か不具合が起こったときに、ファイドを戻そうともと、その1週間単位でしか戻せないということになりますということになりますので、そのあたりでご自身の,あの,その課金するしない、今の要領、内容等々に合わせてやっていただければと思います。ではい、では、そんな感じで。 えっと、今ね、いただきました。えっ、ー、と、ありがとうございます。バックアップファイルの容量を減らす工夫をしています。1年前のメディアファイルはローカルに落とす対象から外すとかしています。あ、そうですね。そういったのもありますね。あの、アップドラフトプラスの設定をもうちょっと細かくしていただいて、えっ、ー、と、この高度な設定の中にあるんですかね。えっ、ー、と、バックアップの多分、その設定の中で、 えとメ,ディアのメディアの年月とかで設定ができますかできないのかな除外ルールを設定か。この中でアップローズの中の2020年、19年、18年はもう入れないとかっていうふうに多分すると。 そこの部分だけ除外するといったようなことも可能かと思います。そうすることで、その直近のやつはするけども、まあ、昔の画像のファイルはそんな変わんないよねっていうようなやり方っていうのもあり得るかもしれません。工夫すると、えっ、ー、と、ちょっとだけ無料の期間が延びるかもしれませんという形ですね。はい、ご覧ください。ありがとうございます。次。えっ、ー、と、制作会社側視点で作ったサイトの保守メントなど受け取るのは無料ではなかなかできません。 でも、月額いくらですって提案すると、それならいないと言われ、心苦しいながらも作れっぱなしで放置してるケースがあります。こういう時どのどんな提案内で月額の相場感でほしいいただくのがよいでしょうかあ。ありがとうございます。あのー、我々、私の会社の場合は、もう最初にお伝えします。メンテナンス保証は必ず必須ですよというふうにお伝えしますし、あのー、ただ、それを確かにあのいらないと言われるケースもあります。その場合には、あのー、 できる限り先ほどの,あの自動更新設定ですねをお伝えします。えー、それはあのお伝えした通り、かくかくしかじかで、こういうふうになります。万一御社のサイトが、御社側のメンテナンスの不足において、ハッキングの被害に遭った場合に、それは御社の何て言うんですかね、ブランド、御社の信頼を著しく えと落とす可能性になり得る可能性があります。えー、ですので、えー、できる限り補修メンテナンスというのはされた方がいいと思います。ただ、えーと、背に腹は変えられないというところもあると思います。月額の保守、えー、メンテナンスが払えないということもあるかと思います。その場合には、えー、と一つにはあのシフターを使っちゃうというのもあり得ると思いますね。シフターっていうのは、あのスタティックに WordPress の、えー、とサイトを えっと、ホスティングできるサービスです。ワードプレスそのまま使えるんですけども、公開って押すと、それが性的なファイルになって、ホスティングされて公開されるので、ワードプレス自体は表に出ないっていうタイプのサービスですね、えー。そういったものを、あのシフターもしくはス、スタッティック、スタティック、スタスタごめんなさい、わかんないですけど、なんかそういう、あの、ありますサービスがいくつかあります。性的にホスティングしてくれるサービスがありますので、それを使う、もしくは、 私だったらワードプレスどうしても動的に使いたいけども、星メンテナンスはやりたくないということなら、じゃあもうオートアップデートをぜひぜひ入れといてくださいと言っておいて、で、この方が、そのオートアップデートが失敗して不具合になるケースよりも、それを放置していて、数年後にハッキングされるケースの方が絶対高いですから、それにしておいてくださいと。そして、それでもし、うん、とワードプレスが、えっと、 落ちたり動かなくなった場合にはご連絡ください。その時には改めて見積もりしますという形にするとか、でそれでも払いたくないといった時には、そもそもワードプレスを使うところからちょっとご相談しましょうというふうにするのが良いかなと思いますあの。どうしてもバックアップ、アップデートが必要なものなので、あとはそのサー,サービスもありますね。WordPress.com を使えば、WordPress.com はコアは自動的にアップデートします。 そして、コードのメンテナンスも基本的にはその保守、えー、と管理というところが含まれてますので、wordpress.com を使っていただくというのもいい方法かなと思いますので、そのあらかじめそういったものがサービスに含まれているものをご提供するか、それをもう自動更新をご連絡いただくか、そのどっちかにすることが多いかなと思っております。あのこれはあくまでも一例です、私だったらこうするなので、 さまざまな会社さんだとか、さまざまな個人によって方向性が違うと思いますので、その分、ご留意ください。そして、もし私はこうするよというご意見がありましたら、コメントや、えー、メッセージなどでいただければと思います。ありがとうございます。こちらは話しました。はいえー、バックアップのスケジュールを複数設定する方法を知りたいです。今あの、えーと、バック WB アップの部分はご紹介しましたかね。はいえー、とアップドラフトプラスについては、実はなので複数の設定は、プロ版のみの提供ということになります。 えっと、オレオンマイグレーションもそんな感じです、オレオン WB マイグレーションもそんな感じです。あとは、そのホスティングサービスやサーサービス、プラグによって変わりますので、えー、都度ご確認いただければと思います。えー、バック WB アンプで取ったバックアップデータをローカルで、えー、再現確認しているのですが、データを入れるときに選んだって中身が確認できない,きないことが多々あります。ああ、なるほど。データを一部取り除いたり、ローカルのバージョンを更新するとままくっておりますこういうことはよくあるのでしょうか。 いやーそうですねこの今お伝えした通り、バック WP アップはバック WP アップとして丸ごとをごそっとあの取るので、それをもとにローカルで再現するにも、なかなかこう手段が必要なんですよね。オーレンマグネーションのいいところは、ドメインの置換も自動でやってくれます。要は A のサイトでは a.com で、ローカルは b.local だった場合に、 その A でダウンロードしたものを B のローカルに入れるとすぐにドメインごと置換してくれるんですよね。ですのであのそのあたりで不具合になることが少ないんですけどもバック w p アップの場合はそのままごそっと保存されますのでそれを元に今度その元に戻してうまく作るってなった場合にはそれをうまくこう手動で、えー、と復元する力が必要になります。 データの取り扱いの詳しさみたいなものとか、もしエラーが出たときにも、それをこう,うまくケアする能力が必要になりますので、えーと、こういった現象はよくあることなんでしょうかっていうと、ないことはないという感じでしょうか。で、それで非常にとてもお困りになったら、そのローカルの環境で再現、あの環境を復元したいためだけのことを考えると、バックアップはバック WP アップで取りつつ、その 移行としてのローカルへの移行のときだけは WP オールインワン WP マイグレーションを使うというのもあの一つの方法かなと思います。なるほど。えっと、今、他のコメントで、えー、バック w p アップの復元失敗はあるあるなので私はバック WP アップを使わなくなりましたというコメントもありましたね、はい。そういったこともあるようです。あのだからといって特定のプラグインを悪く言うつもりはないのであのそれぞれに使い分けというふうになるかなと思います。 すれ違いだったらすいません。えー、MWW フォームを使用しており5.1.0のアップデート情報で本番上に問い合わせフォームコンテンツへの JavaScript の記述をいただきてがらいました。えー、該当箇所への記述をする場合は別のフック等のご利用くださいと。具体的にわからず参考されトいとあれば、ああ、なるほど。 えーとそうですね、あのー、MWWWFORM が、あのー、もう基本的には積極的なメンテナンスというのはなくなって、あくまでもサポートしてのメンテナンスだけに切り替わっていますと。そしてそこの部分、Web の相談所さんが引きずられてあの、それはそれで本当に素晴らしいことだなと思っております。えー、その上で、えーと、いろんな脆弱性を考慮した場合に、これまで JavaScript を書いてもよかったとっいうところが、やっぱそうすると,、えー、と、もう本当に難しいんですけども、 j a ャバスクリプトが書けるってことはいろんなことができる。そしてその権限と、プラス編集者権限以上のワードプレスの権限があったら、こういう風にするとこういうことができるよねみたいな、複数の条件の,あの重なりでそういったことがあり、JavaScript が今回中あの書けなくなりましたということですね。えっ、ー、と、今ちょっと何の復興を使って、どういう風にしたらそこに JavaScript が記述できるかどうかっていうのが分かんないので、ちょっと答えられないんですが、 あのー、どなたか、もし分かる方がおられましたら、関連のフックやら、えー、関連の該当の記事やら、もしご存知でしたら、URL 等々を教えていただければと思います。私もちょっと探してみたいと思いますが、ちょっと今日は今はこのタイミングでは、ご回答まで間に合わないと思いますので、あのー、ご了承いただければと思います、はい。メガネさんのバックアップのスケジュールはどのような感じですか あの私のはあの、私のウェブサイトはさまざまな <laughs> あの、まず私の,あのブログですねは、まあ、なんか新しいそういうメンテナンス系のサービスとか、えー、バックアップのプラグインとかあった時に、なんかいろいろ入ってるんです。なので、あの何十にもなんかバックアップがいっぱいされてて、なんかトゥーマッチなぐらいな感じです。えーで そうですね。もし汎用的にっていうことで考えると、もしデータが許せばですが、その本当更新頻度とかデータによるんですけど、そうですね。1ヶ月分ぐらいは取ってあるといいんじゃないかなと思います。あのどれぐらい更新されますかっていうのにもよります。要はまずスケジュールっていうことで考えた時の世帯数を考えたいんですけど。 あの要は自分のサイトを何日に1回見るかみたいなとこなんですよね。例えば自分のサイト1ヶ月に1回ぐらいしか見ませんってなるとするじゃないですか。で、その最後に見た日にはちゃんと動いてた。で、そこから30日間世帯でバックアップは常にしている。でも、次見に行くときって、まあ少なからず30日、もしかして1ヶ月見てなかったら2ヶ月間ぐらい。とい1ヶ月見てたけど、その時には気づかなかっただけで。 なんかハッキングされてたとしてですよ、えーと。次見るの2ヶ月目じゃないですか。そしたらもうバックアップ足りてないですよね。みたいなことがあるので、そのご自身がさすがに気づくだろう何かこう不具合があったっていう時に、その頻度、その戻せる頻度みたいなものを元にスケジュールとか世帯数を考えられるのがいいんじゃないかなと思います。うん、そして、 あの私は多少、ののサーバーとかで操作が少しだけですけどね、できるので、メディアフォルダをハッキングされることはそうそうないなと思ってまして、もしくはそこの部分はチェックできるかなと思っているので、データベースは毎日で、例えば30日間とか取っておいて、画像があまりにもでかければ、例えば5ギガとか10ギガとかあるようなものであれば、それはもう1週間に1回とか。 1> まあ月1回で、そこの画像はもう消えちゃっても仕方ないかみたいな感じで、さすがに例えば10ギガのサイトがあったとして、それを30日間やろうと思ったら300ギガの容量が必要になるじゃないですか。それって、そもそも10ギガのファイルをダウンロードするのに丸1日かかる可能性もあったりとか、それを毎日続けていても、差分分だけ考えたら9.9ギガぐらいは不要なファイルですよね、前回と一緒みたいになるので。 まあ本当そのサイト自身にに応じててかなといいう,ふうに思っています、はい、あのちょっと具体的にこんな感じとは言いにくいんですが、私のサイトはちなみに自分のサイトは最近全然更新してないんで、あのなんですけど、毎日ずっとなんかリアルタイムにあのウイルススキャンも込みで <laughs> 保存されています。 しかも2サイトぐらい。あのこれはあの仕事でこのどんなふうに保存されるのかなと、どういうふうにデータメールが来るのかなとか、どういうふうにダッシュボード見れるかなみたいなものが入ってあるので、あのそのようになってますあの。私に関連するサイトであれば1日1回、そうですねで、えっと、15世代から30世代の間ぐらいでサイトの容量に、えー、関わってやってるって感じでしょうか。そんな感じです。 えー、プラグインのセキュリティアップデートは即時。それ以外のアップデートリリースはリリースされてから任意の日付で自動で行われているんですが、難しいですかね。ああ、ねえ、本当はそういうのプラグインごとにできたらいいんですが、これ、コアの部分はあります、えー。コアの部分はマイナーアップデートとメジャーアップデートっていって、えー、小数点第1桁目が変わるのがメジャーアップデートって言われていますで。小数点に2桁目以降が変わるのがマイナーアップデートって言われています。えっ、ー、と、ここの、これですね。 この6.4から6.5に次変わるんですけど、これはメジャーアップデート、そして6.4.1、6.4.2、6.4.3ってこれがマイナーアップデートっていうふうになります、えー。マイナーアップデートっていうのは基本的にはセキュリティ的なメンテナンスがほとんどでして、えー、とこうやって見ていただくと、各バージョンにおいて、えー、と非常にありがたいことに、そのセキュリティのフィックスについては追従いただいてますというか、コミュニティの力で追従があります。ただ えっとそれも全部が全部、それがずっとずっと続くわけではないので、基本的にはえとアップデートしていった方がいいよねっていうことになりますが、マイナーアップデートっていうのは比較的影響の範囲が狭いので、自動化しておいて、メジャーアップデートはテストしてからっていうのは、お気持ちはめっちゃわかります <laughs>。めっちゃわかります。ただ、現時点においてはコアの方はありますが、プラグインの方はセキュリティアップデートと、その、 機能としてのアップデートの分別がありません。これはもうオープンソースのもので、そのプラグインごとにベンダーさん、作者さんが違うから、それに統一したルールとして現状はさせてないって感じです。アップデートのナンバリングの仕方も各プラグインごとにバラバラですからね。えー、もしかしたらこれは非常にいいアイデアかもしれないので、議論できる余地があるとか、もうすでに GitHub とか、えっ、ー、と、その チケットのところ、トラックとかで議論があるかもしれません。なんかそういうの見られると面白いかもしれませんし、新たな議論としてまたあって、それがもしかしたらあるとき、こういうことが採用されるという未来もあるかもしれません。それもオープンソースのいいところだと思いますので、もしよろしかったら、そのように取り組んでいただけたり、一緒に見守ったりあのできたらいいなと思います。非常に良いアイデアかと思います。ありがとうございます。はい、というわけで。 えー、一旦、えー、質問にもお答えしました。そしてかなり、えー、と1時間半に近づいてきましたので、えー、一旦ここで録画の方は終了させていただいて、ひとまずこの今回のセッションを締めさせていただこうと思います。えー、と最後まであのご視聴、ご参加いただきありがとうございます。もしよろしかったら、この、えー、とこれですね、l e a w p とか WPMeetup を、えー、つけて、今日の感想や新たな質問とか、もしくはご指摘も含め、あのー コメントいただけるとありがたいです。というのも、あの、私、こうやって参加してますけども、これもコミュニティ活動の一つですし、私がなんかこう、公式な何がしですとか、全部の正しいものを全て知っていますっていうわけではないので、あの、みんなで議論できて、あの、直すところは直して、一緒によりよくできればと思いますので、ぜひ感想等々いただければと思います。では、えっ、ー、と、ご参加いただきました。ありがとうございました。一旦ここで録画を締めさせていただきたいと思います。えっ、ー、と、お付き合いありがとうございました。